8月2日、水曜日深夜、11人組のグローバルボーイズグループ上腕の白い悪気がメインパーソナリティを務めるラジオ番組、上腕のオールナイト日本 X、クロス、日本放送、毎週水曜24時から24時58分、が生放送。番組オープニングで、夏の思い出や、今年の夏はライブ三昧であることを語った。写真5枚、上腕白井は、 今年の夏にしたいことはラジオオフショット8月に入りましたね。上腕は8月5日からアリーナツアーが始まるので今日もそのリハーサルとか練習をして朝からみんなとずっと一緒にいました。そして僕たちは K-Con LA 2023にも出演するので今年の夏はライブ祭りになりそうです。夏っぽいことは今のところできていなくて何か一つしたいことは って聞かかれたら花火とかテレビではよく紹介されていますが、実際に見たのは中学生とか高校生ぐらいが最後なので、実際に世で上がる花火を見たいですね。ライブ終わりとか、ライブ中に花火が上がって見られたらなと。皆さんと暑い夏を過ごしたいです。また、この日は週替わりパーソナリティとして川野淳紀、鶴房仕様音も生出演。白岩と、 女優の熊田凛香がダブル主演する映画、夜が明けたら一番に君に会いに行く。が9月1日、金曜日より全国公開されるが、メンバーの出演作はグループ内で何かと話題になると語った。番組リスナーからのメール、ドラマやバラエティなど、他のメンバーが出ていた作品について、メンバーのみんなで話すことはありますかこうの、ありますよね、バラエティ番組に、佐藤。 影子が出ていて、あれ、面白いよね、とか。白井は、あるある、潮音が、ドラマに、出ていた時は何回も行ったよね。こうの、うん、潮音、良かったよう。鶴房、めっちゃ、めっちゃ言ってくるよね。ほんまに、わら、白井は、潮音のその気持ち、すごいわかる。今、僕のターンだから。鶴房、今、ルキ君も主演映画のことめっちゃ言われるでしょう。 別に嫌じゃないけど、ね。白井はそう、嫌じゃないけど、恥ずかしいよね。河野、夜君、ちょっと気になりますよね。白井は映画公開まで1ヶ月切りましたからね。普段から河野は、映画について、結局どうなるのなどと質問していることも明かし、白岩からは、それは見てのお楽しみでしょ。と、いつも受け流されているという。この後も、 映画の展開を予想したり、鶴坊もメンバー、全員で見に行くかもしれないです、と発言したりと、二人とも白岩の初主演作が気になっている様子だった。